俺はリンクを信じているぞ。はあ、信頼じゃどうにもならないこともあるんだよ。あ、なんか落ちてるよ。旅人の闇？ちゃんと進んできてるよね、私。戻ってないよね。誰が落としたの、あそこに。ふふ。あそこになんか小屋っぽいのない？これ何これ？なんか切り口雑だな。切り口雑だな。あ、別、うわ、びっくりした。何？そういう仕掛け付きですか？あ、別に。別になんか、祠みたいなわけじゃなくてか。よし。まあ、この辺も、弱そうでよかった。こっちに行けばいいの？これ。道沿いって言ったよね。いや、進めませんけど。あ、ムクムクと出てきた。琥珀が。これは、よいしょ。道がよくわからん感じになってきたけど。ここからどう進むの？お、マックスラディッシュやん。イエーイ。あの、ゾーラの里どこ？後ろから、くそ、突き落とそうと思ったのに。今の兵士の両手剣。兵士の両手剣。兵士のか。まあ、別にいいかな、これで。強そうな武器やけん取っといた方がいいんかもしれんけど。うっ、背後に回るのはやめて。よし、これはリザルブーメラン。いい感じで進んでない？あ、ハチオールのアッコ、どこなの？あの道に沿っての道がなくなったんだけど。私がそれただけかな、もしや。全く道が分かんないんだけど、あれか？てか、あのゾーラの里にたどり着け、これか。方向あっちだな。ちょっと待って、方向を見ていこっか。ちょっと、あ、晴れてきたんじゃない？いや、晴れてはない。天気雨。あ、鹿たち、くっそー。これなんか起こりそうじゃない？これ多分絶対なんか起こるやつやろ。乗る？乗れるの、これ。さっきの乗るって何やったんやろ。持ち上げれんの、これ。え、持ち上げれんかったらちょっときついよね。ツルツル滑るし。押せてる、これ。押せてねー。はあ、あ、これあれか、もしや。あ、違うか。一人で何言いよんって感じやけど、このビタロックとかでさ、こうするやん。で、ほら、これで飛ばすとかどう？ちょっとなんか怖いことになりそう。破壊されるかな。あ、これで若干動いた。若干ね。これでちょっと動かしやすくなった。なんかさ、コログの妖精出てきそうやん、ちょっとね。これで、は、多少これぐらい、どうやろ。ビヨーンってなる。なんかちょっと難しそうやね、ここに運ぶの。もうちょっとなんか、あれは？これ石か。あ、掴めるやんか、全然。何、鉄の塊なの、これ。はい。出てきた、出てきた。すげえ、なんか飛び寄る。うわ、見つかった。ありがとう。またね。すげえ、ずっと飛んでる、なんか。かわいい。なんかかわいい。方向的にはあっちの方向、こっちか。こっちの方向なんやけど、こっち、道なくね？あ、一応道はあるんか。たどり着けるんかなー。あ、こっちか。え？いや、多分何かしら、渡れるような橋みたいなのがかかってるはず。これ道？水じゃない？道かな？いや、道だな。オッケーオッケー。これ戻っていきよる、もしかして。あ、戻っていきよるっぽいな。あっち側に、渡れるのか？
行けるのか？わからん。あ、こっちか。あ、ここ来たとこやね。ここにこうやって入ってきたんや、私。わかりづらい。わかりづらいよ。マックストリフ。なんかさ、あの姉妹がさ、マックストリフとかめっちゃ探しよりやん。あ、こんなところにお鍋ある。マックストリフとかめっちゃ探しよるけどさ、私マックストリフめっちゃ、やめて。マックストリフとかさ、めっちゃなんか見つけれるんやけど。普通に。あ、食料あるよ、食料。お、木の矢もめっちゃ。リザルシールド。リザルフォスが好んで使う盾。金属で作られているが、荒っぽい作りをしているため、耐久性はそれほど高くない。武器とか、めっちゃあるやん。リザル棒。リザルフォスが作った木製の弓。大型の魚の骨を組み合わせて作られており、単純な木製の弓よりも破壊力がある。ちょ、待って、なんかいろいろと。いろいろとさ、このボコ弓とかもいらないんじゃない？あ、違う違う。ほら、いつの間にか私、いつの間にかさ、もう、矢が66本もあるよ。素敵。素敵。はい、じゃあこの、ん？これ何？これじゃない。こっちか。ボコ弓を捨てて、この、リザルボをゲットしよう。そして、盾。盾も、この、トゲボコ盾がいらなくって、リザルシールド。そして、焼きバス。バスの丸焼き。生のままよりこんがり焼くと香ばしくなり美味しく食べられる。ハートの回復量も増えた。やったねー。おっとくー。あ、これは。琥珀と火打ち石。何？拾うってなんか出とるよね。武器が落ちてんの？あ、なるほど。これの木の棒のことね。ボコ槍か。はいはいはい。多分方向的にこっち。いや、方向的には違うけど、多分こっちに進んでいくんじゃないかな。なんかさ、道に沿っていくとか言われてもね、道がどれかわからんよね、全然。びっくりした、落ちたと思った。いや、落ちたけど、落ちたけど、死んだかと思った、一瞬。あ、方向合っとる？こっちだ、こっち。どこ？あ、おった。遠くからで済まない。外までまだ遠いが、とてもいいペースだぞ。まだ遠いんかい。川の中から応援しているから頑張ってくれ。君ならきっとたどり着けるぞ。ずっと横を泳いでいてくれんかな、なんか。てか、普通になんか、普通にさ、陸をついてきてくれんかなって思うよね。ちょっと待って、これさ、爆発させた方がいいよね。なんか武器もったいない感じがする。はい。せーい。わ、すげえ。なになんもないんやけど。もしかして中身まで一緒に爆発させたとかそういう感じかな。これは？こっちに入っていくんかな？あ、持つ。何もない。こっちに入っていって、あの辺のとか多分、電気予防してくれる。あ、マジか、ちょっと雷ゴロゴロ鳴りよるけ、今なんか食べようかなって思ったところだよ。思ったところだよ。リトライ、どこからですか？あの、王子の会話のところからでしょうね。あ、やっぱ会話のとこからや。予報ちゃんと見といた方がいいね。え、雷のマークなくない？ちょ、待って、あの、あ、こいつ？あの敵？もしや。さっき私がこう見上げた時のさ、雷を予防してくれるやつじゃなくって、雷を発するエレキエースだったわけね。なるほど。じゃあちょっとここでちょっとエレキ薬、6分10秒持つ。最高、エレキガード。これでもうやられはせんぞ。どう？去ったね。めっちゃおるやん。めっちゃおるやん、エレキース。ちょっとこんなところでさ、時間を食いよる場合じゃないんだ、私。早く通して。目玉でか。目玉でか。ちなみにちょっとあの、違うわ。ちなみにちょっとリモコン爆弾、はい。岩塩。
中身がちょっと吹き飛ぶんかな。よいしょ。はい。あー今のダメやったね。もう普通に。え、これさ、電気落ちてきても大丈夫なんやろ？すげえ不安になるんやけど。ねえ。すげえ不安になるんやけど。道はこっちか。これは遠回りなの？何しよんあれ。ご飯食べよる？もしやご飯食べてます？ハイラルソー。ちょ、回復アイテム。めっちゃ。めっちゃご飯食べてるね、君ら。ちょ、待って、はいはい。ちょ、待って、はいはいはい。ちょ、君らの相手してたらさ、エレキガードがなくなるんだよね。間違えたし。あ、火を切り倒す。あ、死んだ。ちょっと待って、これを。あ、薪になった、薪になった。ふぅ。そして、焼き獣肉ゲットさ、この辺のも。うわ、この辺なんかめっちゃおるやん、リザルフォス。あ、もうちょっとで着くんじゃない？なんか橋に出たよ。イェーイ。まだ使うのかな？全然やったりして。オーレン橋。お、来た？指導王子。お、リンク。そろそろ里まで半分のところまで来たぞ。まだ半分。この先に少し魔物が多い場所があるが、きっと大丈夫だろう。俺はリンクを信じているぞ。はあ、信頼じゃどうにもならないこともあるんだよ。なんかおるよね、あれ。かもか。え、てかこの先魔物が多い場所があるってさ、さっきまでも十分多かったんだけど。なんなの？それ以上多いの？あ、武器そんな、え、武器じゃない。何岩とか持ち上げちゃってんの君。あ、両手剣壊れたし。ちょい待ってね。はい、兵士の剣で。なるほどね。武器がなかったらそんな、岩とか持ち上げて戦い出すのね。あ、ハイラルバスとかめっちゃあった。やべえ。怖っ。ちょ待ってね。ここで一旦、電気系のやつをさ、増やしといた方がいいよね。ということは、これか？ビリビリだけ。電撃に耐性を得られる。とりあえずこれを、これ単体でもなんか出来上がるんかな。電気薬みたいなまた作れる。エレキクシヤキキノコ、電気のしびれに強くなる、帯電効果レベル1。エレキクシヤキキノコやってすげえ。この辺のなんかいっぱい作っとこうや。これね、ビリビリだけ2個持ったけど。まあ、いっか。効果が倍になったりとかするんかな？さあ、どうよ。お、5分。長くなった、長くなった。これぐらいにしとこうかな。半分って言ったけどね。今なんか、カエルか。よし。ガッツガエル。この辺のなんか動かせるね。なんかあるんかな？別になんもないんかな？コログの妖精とか出てきそうな感じがしなくもないけど。この辺、岩崩れとか結構あったりするんかな？うわ、ほら。やっぱり岩超崩れてくる。怖っ。怖この辺、岩の表面もめっちゃ濡れとるね。もうこの、うわ、びっくりした。それは何？どうすればいいの？これで？爆破？爆破できねえ。何それ？超えるの？あ、一応なんか登れるけど。なんでこれは滑らないの？都合がいいな、なんか。あれは滑らないのね。お、何これ？何これとか言って普通になんか魔物の巣やったりして。ぽくない？この辺のなんか破壊できそう。お！何？なんか敵に見つかったやろ今私。木の矢。あ、やった。矢がね、なんかいっぱい。うわ、来た。びっくりした。
超びっくりした。兵士の剣が壊れた。めっちゃびっくりした。すげえ勢いできた剣。投擲やり。はいはい。うっ。どこから？雷の矢か。おいー。え、てか、帯電は？え、帯電は？聞いてなくね？え、あんな状態でさ、あ、こっからよかったよかった。ほら、エレキガードまだ2分残ってんですけど。え、なんなの？あんな状態で、帯電してますって言える言える？てか、そこ、なんか扉じゃない？開かないの？あれ。もうなんかそこでさ、変にいろいろと、すんのやめた方がいいよね。来いよ来いよ。はいはい。こっちでとりあえずやっつけよ。ね、こっちでとりあえず。あ、待って。壊れた今。今壊れたね。はいはい。はい、リザルブーメランゲットー。リザルブーメランゲットーはいいんやけど、投擲槍のままで大丈夫か。来い来い来い。来いって。気づけって。はい、こっちこっち。はい。超猛スピードやね。はい、投擲槍壊れた。ってことで、あ、リザルブーメランやね。スピード速え。あの弓はどの辺まで届くかな？ここから撃てばいいってことよね、あれ。あ、違う違う、これブーメランや。ブーメランじゃなくって。いや、違う違う。こっちね。弓弓。うわ、怖い。え？何？あれ、どこまで効くの？はいはいはい、その弓を、うわ、やーべえ、怖え。うおー。え、これまたこの敵たちは、またこの敵たちは復活するの？あの、倒した敵ぐらいはなんかちょっとそのまんまにしといてほしいな。でもあれでさ、頭を射抜いたら多分またクリティカルヒットになってさ、速攻でやっつけれると思うんやけど。さて、頑張っていきましょうかね。さあ、来い。まずはお前だ。兵士の剣一発で、一発で折れたわ。はいはいはい。うわ、速攻。やーべ。やーべ。速攻やられる。肉おにぎり、エレキ串、焼きバス。上の方から行った。投擲槍ゲット。よいしょ。これでさ、狙えるかな。届いた？届いてないよね。これぐらい？お、当たった当たった。来いよ一匹。うわ、いや、めっちゃ怖かった今。超絶怖かった。ね。待って。武器が壊れました。よし、首刈り刀で。めっちゃガードするやん。どっから来たお前。お前どっから来たんだよ。めっちゃびっくりするやん。下で攻撃とかやめて。はあ。くそ。はあ。よし。どう、やっつけた。オッケー。ゾーラの槍。ゾーラの槍とか使ってんじゃねえよ、おい。ん、ここは何？あ、木の矢。この辺にもなんか使えそうな武器あるんじゃないの？リザルスピア。コログのうちはあるけどなんか。この辺さ、間違え、あ、間違えてない。大丈夫か。コログのうちはだけなの？あ、木の矢があるね。私もあの電気とかさ、炎とかの矢が欲しいんだけど。欲しいんだけど。なかなかないものかな。強化リザルシールド。
盾はまだ壊れてないね。首狩り刀があっという間に壊れそう。お、もう100あるやん。頭狙ってこう。全然狙えてねえし。頭狙ってこう。全然や。これちょっと上から狙った方がいいかな。ね、下におるけんちょっとなんか危険な感じが。こういうとこにおったらちょっと安全なんじゃない？要塞的な。あ、気づかれた。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。